ます。ありがとうございます。ラジオの方にメッセージくださいました。あゆみさん、はじめまして。ゆかりんと申します。私はテレビ大好きっ子なんですが、あゆみさんにとって救われたと思えるくらい大好きなテレビ番組は何ですか？私はちなみにガキの使いやらへんでです。ありがとうございます。ゆかりんさん。救われた番組。あのね、お笑い私も大好きですよ。ガキの使いやらへんで、あのね、ダウンタウンさん面白いよね。お笑いで救われるというね、そういうね、ゆかりんさんの気持ちもね、すごくわかるよ。私の場合はそうだな、8時だよ全員集合という番組ですね。これはね、思い出がありまして、なぜかって言ったらね、私ね、赤ちゃんの時からね、もう心臓の病気を持って生まれて、そのままね、長いこと入院してたんですね。それで小学校1年生の時に退院できたんですけど、手術して成功して、そう、退院できたんですけどね、その時にね、私の病室にはテレビがなかったね。それで後半体力がついた頃に、移動できるように、歩けるようになるでしょ、移動できるようになるでしょ。その時にちらっとね、他の子供のね、病室にテレビある子供の病室の前ちらっと通りかかったりとかしたら、8時だよ全員集合だと思うんだけどね、ドリフターズのね、アイドルがね、フリフリの可愛い服着て歌ってる映像がね、ちらっと見えたりするのね。でその時にね、私ね、そう、病院生活娯楽がないでしょ。それでね、自分のベッドに戻ってさ、で想像するんだよね、あのドレスで、あのフリフリの衣装で、あの踊りでって想像したらね、音楽が流れてくるの、想像でね、見えないというか、そう、聞こえないのね。チラッとだけね、通りかかった時パッと見るだけで、でも音は聞こえないからね、それをね、病室に帰ってから想像するの。じゃあね、頭の中でね、音がね、曲が流れてくるんだよ。もう完全に自分が作った曲なんだろうね、流れてくるのね。そういうことをね、して勝手に楽しんで、自分で楽しんでましたね。それがあったから、その経験があったから、こういう体質になったんだろうね。そう、体質、こういう体質って言ったら、私ね、夢の中で曲が流れる人なんですね。でこれ、そうなので、そのね、長い入院生活の、そういうドリフターズの、その8時だよ全集合のそのアイドルのね、歌ってる姿を見て、その経験があったからね、こういう夢の中で曲が流れるというね、体質になったんだろうな。今音楽やれてるのは、そういうことがあったからだなってすごく思う。だからね、あの長い入院生活、辛いこともあった、そうなの。でもね、今となっては感謝だね。それで自分の病室にテレビがなかったのもすごくありがたい。今となっては、そう、感謝だね。娯楽がない、そう、それもすごくね、今となってはね、ありがたいよ。今、行かせてるもんね。曲を作って歌ってるもんね。そうそう、ありがたいね。ということで、ライブ告知します。あ、そうや、ゆかりんさん、ありがとう。また、何かありましたら、メッセージ、ラジオの方にくださいね。問い合わせ、他の方も、本当にくださるの、ね、すごいありがたいので、何かあったらね、聞きたいことでも何でもいいです。何かあったらね、ラジオの方にね、メッセージくださいね。はい、ゆかりんさん、ありがとう。私、もう頑張りますね。これからも応援してください。ありがとうね。で、ライブ告知します。10月15日日曜日、大阪難波港町リバープレイスのプラザワン、大きい階段のところで復興チャリティーライブイベント、これ観覧無料です。私、夕方の4時からね、歌います。30分間歌います。この日は、私の CD も持っていきます。物販もありますね。それで、私の CD の売り上げの一部はね、その、募金にね、復興チャリティーライブイベントの募金に当てますのでね、よかったらね、 CD も買ってくださったらね、募金に、それも募金につながりますので、ぜひぜひよろしくお願いします。11月12日日曜日、兵庫県の西明石今陣というところでね、ノーチャージで投げ銭ライブします。これは5時オープン、6時開演スタートです。まだね、順番はね、決まってないですね。よろしくお願いします。では今週の曲はヒーローのお人形です。どうぞ。Thank you.